岡目石古墳は、大阪府富田林市中野にある古墳。形状は豊墳。国の史跡に指定されている。羽引きの丘陵から南東に突出した尾根状、標高約98メートルの位置に築かれている。一辺21メートルの豊墳で、墳球の東側と南側には、丘陵を削った、平坦な面が形成されている。吹石や 天石などの外部施設は確認されていない。主体部は南側に開口する、予告知識せっかくである。霧石を布積みにした沿道の正面に、短側面に長方形の開口部を開けた、家型石棺を直接置く構造をとっている。開口部を塞ぐ角形の石蓋も依存している。石棺の棺蓋には6個の縄掛け突起があり、 古くから露出していて、亀の形に似ていることから、亀石の名がついた。石棺の石材は、二条山山の白色魚海岩であり、沿道は、花崗岩を用いている。2002年の発掘調査で、沿道は本来河原石を用いた、閉塞石で閉じていたことが明らかとなった。古墳に関係すると考えられる遺物としては、河原編、末期編などがある。 7世紀前半頃に築造されたと推定されている。石棺の周囲には、アスカ時代の平瓦が洋壁上に多数積まれていることが確認されている。この瓦は、古墳の南東に位置する、神道廃樹のくだらけ屋瓦と共通しており、被葬者が同寺院と密接な関係にあることを裏付けている。ありがとうございます。